ただきました。本番まで控えたいと思います。え、ここに入ってる、めっちゃかっこいい曲に。ありがとう。ごきげんよう、山口あゆきです。今日は静岡に来てます。目の前には、富士山が見えているので、それを映したいと思います。あ、おった。ありました、皆さん、富士山。あ、ちょっと開けていい？あ、でもな、大きいからな、音が。開けやんときます。見えへん、見えへん。富士山が見えるまでしばし私を見ててください。あ、雷様を下に聞く藤は日本一の山。すべてにおいて無視です。そういう時もあります。おっと、そういう時に富士山が出てきました。皆さん、3、2、1、パーン。これは富士。じゃーん、もらいました。さなみさんです。いただきました。嬉しいです。綺麗な漬けのもらいました。もったいなくて使えないんですよね。もったいなくて開けらんない。脇油だね。いや、なんか女性心をくすぐられますね。じゃあ、それでは開けてみたいと思います。めっちゃ親切ですね。親切ですね。では、解いてみます。昨日匂い出ますね。嗅いじゃいますね。なんか柔らかい。柔らかい ね。サラサラなりそう。もともとサラサラだけど、いい。サラサラになってて、今日もバチバチで好きです。いただきました。本番まで控えたいと思います。今日のスタジオはこちらです。もついてます。で、お、私も映っています。そんな感じで今日は配信ライブ頑張りたいと思います。頑張るぞ。マートさんとっていますね。あ、一生懸命撮ってくださってます。イエーイ。どんな顔。これはさなみさんの本です。静岡あやき会のタオルです。これが愛を感じますね。うわ、かわいい。あ、かわいいな。ヘンリーカーペット足屋だそうです。おー、うわー、フルーツケーキだって。へー、美味しそう。パン。あー、わー、かわいい。かわいいね。これはいいですね。これはどうやって。ありがとうございます。イエーイ、いただきました。本当に何から何までありがとうございます。おはようございます。あやきです。朝です。顔がむくんでいます。昨日のライブ配信、静岡でのライブ配信、昨日っていうか、もうこれいつ動画上がるか分からへんけど、ライブ配信見ていただけましたでしょうか。めっちゃザクバランに話してたからちょっとついていかれんかったところもあると思うんですけど、あの、普段あんな感じで過ごしてます。そして、さなみさん、すごく素敵な方でした。ということでね、今静岡なんで、まあ、今日、打ち合わせをこの後して帰ります。まあ、それだけです。
それだけのために今回しました。はあ。ということで、まあ、なんかちょっとびっくりするようなこととか、なんか不思議だなと思うことがあったら、道中ね、帰りの道中あったら動画にしたいなと思います。じゃあ用意します。レーツゴー。か、金か、何だよ、金か、金か、金か、どう、どうしよう、何が欲しい、ちょっとスーパーメン、ちょっとちょうだい、食べます。こっちは書いてない。何やこれは。コーヒーで、ちょっと待って、コーヒーで書いてるなって映してるから。いやいやいや、ちゃうよ、こっちこっちや、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 コーヒー書いてます。やっぱ静岡はいいですね。コーヒー1599年紀元節に建てられた。夫婦、口を前して飛びと飛ぶ、待って、やばい、な、あ、何の鳥でしょう、メジロ、あー、置いた、心配で寝た。ベストセラー作家、やっぱり習いますよね。あ、そうですね、静岡の、どうなんでしょう、私は知らないです。はい、へえ。ヤジさん、北さん知ってるでしょ。ヤジさん、北さん、うん、金さん、銀さん出してる。あ、知らないんだね。で、要するに矢部さんと北さんという人が東海道を日本橋から京都まで歩いていく、そのあれを小説にした。小説っていうか、まあ面白おかしく、今でいう、まあ漫画みたいなもんだよね。だから当時の人はそれ読んで、あ、面白いな、こういうマリコ行ってみたいなとか、京都までこうやって行くんだっていう、まあ、日本遺産、日本遺産にっていう感じとかね。素敵やな。矢部さん、矢部さん、銃もありますね。あれですか、ひなわ銃、どこだ、あ、見えてますね、バキ見えまくれですね。確かに、これ以上ないくらい、そう、はい、もう肩外してるんちゃいます、この猫肩外して真似てるんちゃいます。本気やな。冷蔵庫がない時代、夏場の長いのために冬に自然薯を粉にして漢方薬のように飲んでいました。その袋も、へえ、ここで自然薯をすりすりしてました。でかっ、遠くのままどうぞ、すいません。梅だね。すごい綺麗な、なんかさ、この
芸術的な形じゃないと思う。あ、確かに放物線と丸みたいな、ね、絵に描いたような梅干しですよね。わかるわかる、はい、卵とアサリで作りました。てかこれ、えりそうでしょ。卵とアサリで作ってね。あ、ほんまや、卵とアサリで作ってるわ。すげえ、すごい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 。卵とアサリで作ってます。これ、富士さん、ごめん、順番来ました。あ、ありがとうございます。やった、嬉しいです。これしかなかったのに、ありがとうございます。ありがとうございます。袋も会計も終わってっから。885円もするんですか。800円もするんですか。高級や、すごい、ありがとうございます。これが入ってるのが静岡を。ちょっと携帯ケース見せてもらっていいですか。めっちゃかっこいい、極実。買い直さないと。中ですね。中子。こちらですね。じゃこ。開けてみたから。どれぐらい入ってる。どんなものが入ってる。麦飯なし。ありがとうございます。これでするわけですね。でかい。これを収納。そうか。はい。山芋あげたやつ。すごい。すごいな。これで私たちがするという体験ができるということですね。スリスリ。あの、お塩かお醤油でね、召し上がってください。召し上がってくださいね。醤油で食べます。はい。食べます。半ペンフライも来ました。半ペン来ました。半ペンフライのソースね。こちらです。で、これ初めて見ました。これで。こうなるように。あーね、なるほど。はい、手袋です。片方だけしていただいて、なんで手袋いただきます。するのが大変だね。するのが大変。吸ってある方が。最後ってどうしたの。うん、おいしい。最後の方はもう、うん、なくなりそうだったら やめれば。おいしい。最後に食べる。最後にできます。ゆっくり。今日も痛くなってる。そうね、もうそのまま飲む感じで、ね、わー楽しい。それました。全然違う、びっくりした。違います。だっていげつない伸び方してるもん。とろろ食べれないのがいつも辛かったんですよ。そっから僕はとろろのこういう山芋のネバネバ感がこんなに美味しい。いただきます。なんか言ったら名物の前も言いましたけど、マリコのトロはうめっちゃ美味しい。トロトロ落語家さんだったんだけど、なんかそのコメントね、昔だった。そうなんですね、うん、だってほら見て。ラーメンみたいな。ほらこんなことあります。ネバネバ、まあ、上品な食べ物じゃないよね。本当に。お待たせしました。いただきます。お餅みたいですね。ちょっと醤油垂らしに。美味しい。最高にうまい感じ。なるほどなるほど。お味噌も赤味噌入れたりとかします。お味噌汁も美味しい。これ美味しい。のかご。これ美味しいです。うん。やばくない？めっちゃとろろ出てきた。びっくりした。思ってるより出た。油から取って。これは黒はんぺんですね、静岡は。全然違いました。もっとなんか、もっとふわっとして、うん、どうもって、はい、すごい美味しい。どうか来たらこれ食べないと。めっちゃすり込まれてる。これは美味しい。めっちゃ可愛い。今から食べますが。
やな。いつも歩ける人間に邪魔やな。いつも入るやないか。みかんが鳴ってます。あ、最悪や。みかんがいっぱい落ちてる。みかんが落ちてる。皆さん、あそこに。もったいない。みかんの花が咲いている。思い出の道、丘の道。行こう。でもやっぱ時間ね。ああ、そうなんですね。わあ、綺麗な山が。綺麗。どういうことなの？この足見てくれ。草の旗ね。どこや？そんなとこ歩いてる。いや、そんなとこ歩いてめっちゃチクチクしていたいんだから。これさっきのたまんない。刺さってるやん。竹取りで行ってくるんじゃ。待ってくれ。はい、チクチクしていたいよ。すいません、ありがとうございます。みんな優しいから。何、自分で動画ばっかり撮って自分で撮ろうとする。すいません。クソ野郎か。すいません、クソ野郎です。ありがとうございます。ありがとう。なんか優しいな、みんな。ありがとうございます。その優しさに甘えてるんだろやん。あ、私ねえ。ああ、かもしれないですね。でも賢いですね、この種たちは。そうやって私らにふっついて。ここに人が掘るって。あともう一個の方に。あ、すいません、ありがとうございます。靴下の人痛いんだよ。痛いな。うわー、ついてる感じで。なんかいい感じのとこね。何かこれ夏とかに来たらもうセミがわんわんわん。そうそう、言ってるやろね。競争曲。うん、山の中です。え、急にトレーニング始めた。食べたからちょっと体動かす。トレーニング、急にトレーニング始めた。しんどトレーニング始めてます。ありがとう。なんかお尻こんなくるくる回しながら歌ってて、ああ、なんかプリケツやん。とりあえずありましたね。ありましたね。プリケツやん。あれおもろいな。おもろい。お水を流してじゃあ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 やな。山芋掘る。え、山芋。ほんまや。山芋。山菜取り、お金取る。あ、いっぱい取れるんですね。うわ、水めっちゃ綺麗ですね。みんな山を取ってて、そのまんまで帰っちゃうもんな。あ、なんかついてる。何を明かり、明かりみたいなのが。ほんまや。パンパンって、おめでとうなんて言ってるよ。うわ、めっちゃ水綺麗がなぁ。あ、危ないです。すいません、大丈夫です。ここに花にはまりました。すいません。あ、見て、どんぐりいっぱいある。あ、すごい、どんぐりだ。気づかなかった。だから足にはまらせてもらったんや。おお、すいません、ここにはまらせて愛が気づけへんから。なるほど、本当だね。でここにどんぐりがあるよって教えてくれたんや。そうだそうだ、ありがとうございます。やっぱり山にはたくさんの喜びと幸せが眠っています。めっちゃ綺麗、水。ちょっとかわいい。へー、ねえ、かわいい。寒いから帽子かぶってるんですね。めっちゃかわいい。お地蔵さん見えへんな。すごい。ちょっと手合わせてきます。顔に当たってるのがなんか素敵や。すごいね。すごいですね。一つ一つ手編みでやってるんですよね、帽子も。そっかそっか、うん、本当ですね、一体となってますね。すごいな。これは絶対キノコですね。この枝からキノコが